こういうこと。めっちゃ可愛くない？可愛いじゃないの。じゃあ始まります。ゆうぴー3分クッキング。テレレテテテテテレレテテテテテレレテテ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 テ。はい、今日はですね、3分で作れる酔っ払いを作っていきます。ここでちょっと素材を休ませます。はい、完成。はい、どうも、酔っ払いです。何をやるか忘れてしまったんですけど、ここから推測する限り多分ね、あのこれ、ね、椎茸のシューマイですね、これね。椎茸で作るシューマイ、これをね、やっていこうと思います。あ、これ3分で作れないですからね、10分クッキングぐらいなので、よろしくお願いします。リュウジのバズレシピ。椎茸1パック、まあ、これちょっとちっちゃい椎茸なんですけど、どうなるかわかんないですけど、まあ、これ1パックね。豚ひき肉 150g の、玉ねぎが4分の1個、素材はこれだけ、あとは調味料。シューマイっていうぐらいですからね、椎茸のシューマイなんで、これね、みじん切りにしていくんですよ、玉ねぎを。シューマイで椎茸を椎茸？手は動くんだよね、これびっくりするよね。いつもね、手はね動くんですよ。僕記憶ない状態で、僕カルボナーラ作れてるんで。玉ねぎはね、ほら全然みじん切りできるんだよね。豚ひき肉にね入れていくんですね、これね。調味のシャンタンですね、小さじね3分の1ぐらい、まあ、ちょっとしたね味付けに使っていくんでね。胡椒ね少々、まあ2つまみぐらい、もうペペペペっと胡椒を、あのね、思ってるね2倍ぐらいね。胡椒はね、多ければ多いほど美味しいのでね。はい、片栗粉小さじ2杯入れていきます。ではね、これね、何をしてるかって、シューマイの種を作ってるんですね。はい、小さじ2、そしてね、お酒を大さじ1、ね、加えていって、そして僕に大さじ1のお酒を加えていきます。こうすることによって、やる気が出てきます。こう揉み込んで混ぜ込んでいきますね。揉み込んでいくんだ。揉み込んでいくと粘り気が、あ、ちょ出ちゃった。粘り気が出てくるんでね、よく揉み込んで、全体なじませる。これぐらいでもういいんじゃないかなと思います。そしたらね、椎茸を剥いていきましょう。このね、茎の部分はね、ちょっとね切っちゃいます。こんな感じでね、はい、とりあえずね、全部これちっちゃいな、これ。茎はね、あの後でなんかバターとかで炒めたら、さすがにこれ生で食えないからね、キュウリのトギみたいにね。茎切ったじゃないですか、食ったら肉をこう、肉をこうです。こういうこと。めっちゃ可愛くない？これね、椎茸で作ると何がいいかっていうとね、このね、油をねまとってるんですよ、このね、豚肉ってね。下にあるね、椎茸がね、全部ね、その豚の油を吸って、めっちゃ椎茸自体がうまくなるっていうね、その魔法の料理なんですね、これね。こんもり盛っちゃってるんですよ。むしろこんもり盛らないと、肉が余ってしまう。ひき肉は全部ね、もう包まれました。ポンポンと盛っていきましょう。追っ立てられなかったら、ちょっとね、ここ平らにしてね。この状態でですね、600ワット5分チンです。はい、それでは5分経ちましたので、どうなってしまっているんだろうか、いただきます。あら、かわいいじゃないの。玉ねぎをね、やっていきたいなっていうふうに思うんですけど、なんかこうちょこちょこってやった方がいい、こうやってね。あらあら、かわいいじゃない。あの、肉の臭みが少しあるかもしれないんで、ちょっと追い胡椒をね、ちょっとしましょうか。これは絶対美味しいでしょう。これは練りからしをどっかにこうピュッとこうつけてあげてください。しいたけで作るシューマイ、シューマイの完成です。それでは寄せていきましたので、早速食べていただきたいと思います。いただきます。うまい、もう一杯優勝していきたいと思います。キーバスリーガルってうまいよね、ほんとね。いただきます。絶対勝った。まあまだね、出来たてホクホクの熱々なんでね、
まあこれね、でもね、シューマイなので、お醤油少しかけてください。はい、まあ、僕はね、お醤油少し垂らしていただきます。これね、熱いので気をつけてくださいね。うわ、めっちゃうまいぞこれ。椎茸の香りってもうほぼほぼハーブですよね。お肉、今回香辛料あんま使ってないですよ。胡椒ぐらい。椎茸の香りがふわっと香ってすごく美味しいです。さっき、切った椎茸の芯、これね、バター炒めにしました。はい、これね、食品ジュース特別なのでね、はい、これはもうつまんでいきたいと思います。うまっこれはうまい。すんげえつまみになる。椎茸の芯捨てちゃダメです。細かく刻んでバター醤油炒めにしましょう。ここはね、ポン酢とかでも美味しいかもしれないですね。からしをね、たっぷりつけてください。椎茸がプリプリだ。肉団子の方は本当にシューマイの中身を食べてるようなお肉、ひき肉の感じがするんですけども、椎茸、これがね、豚肉から出てた脂を全部ね、一瞬に受け止めてるんですね。ひき肉では出せないようなお肉っぽい感じをですね、椎茸が出してくれてるんだな。これはほんと椎茸、お前には頭が上がんねえ。俺はめっちゃうまい。これ電子レンジだよこれ。椎茸美味しいよねこれね。椎茸嫌いな方は香りとかもあるかなと思って、お肉と一緒に食べたらね、多分ね、全然気になると思います。皆さん、ぜひ僕とこの動画を見ながら乾杯していただければと思います。食品ロス撲滅だよこれは。バターね、ほんの一かけ、ほんのちょっと、醤油ちょっとね、醤油ちょっとと、あとね、黒胡椒さえね、やれば、もうほんと、椎茸ってうまみ強いから、これだけでうまいから。で、これね、ご飯に乗っけてもいいし、そのままつまみにしてもいいし、なんかと混ぜ込んじゃってもいいし。だって、食えるもんだって。ね、これおつまみにしましょう。